もうほぼほぼ実刑です。その条件として引退してくれと、厳重処分にしてください、厳重処分、つまり起訴してくださいと。これはちょっとね、時期尚早っていうか、ちょっとまずかったかもしれませんね。山あり谷あり、うん、山あり谷あり、谷あり谷あり。斉藤君、僕何回かお会いしましたけど、まあ言ったらもう芸人特有の理性と狂気、理性と狂気が共存しているなと。狂気の部分で日常生活をしてしまうと、これえらいことになってしまうんですね。こういうなんか伝統を飲む打つ買うっていう伝統をですね、なんかこの斉藤君というのは踏襲している。まあ竹津なんか一番そうでしたね、理性と狂気、まあ、理性もあるんですが、狂気が勝っていましたね。異常でした。2、はい、そういうわけで今日はですね、10月の10日木曜日夜7時過ぎあたりですね、今日発売のですね、週刊文春、これですね、ジャンポケの、はい、斉藤くんの記事が、昨日の情報よりは一歩進んだ、踏み込んだ情報が入っています。まあまあ、本当かどうか、事実かどうかはわかりませんけども、もうこれを読むと、相当前から週刊文春さんはマークしてたのかな、というのが伺えますね。で、昨日私がちょっと申し上げた、ちょっと私も情報不足だったんですが、その被害者の女性と斉藤くんは、もともと面識があったという報道があった。報道っていうか、そういう話を聞いたんですが、全然違ったらしいです。面識があったのではなく、初対面だったらしいですね。というのが、週刊文春には書いてありますけども、まあ、どっちが本当かわかりませんけども、そういうことらしいです。で、被害者の女性は、まあ、被害者と言っていいんですかね。この時点で被害者とは確定はしてませんが、被害者とされる、女性はですね、相当怒っているということを、この週刊文春は報道してますね。その被害者とされる女性は、斉藤君のことを許すことは絶対できません、ということを言ってるらしい、という報道です。被害者の女性は、斉藤君の奥さんがコメントを出しましたよね。あれ SNS だったのかな ?X だったのかな。相手の方、まあ、被害者とされる女性の方からも好意があり、好意、行いですね。好意があり、SNS をフォローしたり、連絡先を交換していたりしたと。で、ロケバスの中のドライブレコーダー及びカメラの解説を求めていた。これは、奥さんもそうだし、斉藤君自体も警察にドライブレコーダーの解析、あるいは分析を求めていたらしいんですが、その奥さんのコメントに対して、その被害者とされる女性がですね、まるで私に非があるかのような事実と異なるコメントが出されましたということで、事実は違うということらしいですね。ですから、この斉藤君の奥さんが子供を守るため、あるいは親族、家族、あるいは友人、知人、等々に、できるだけ現状を報告しとこう。あるいは世間の皆さんとかですね、ファンの皆さんに、現状を伝えとこうと思って、うちの旦那、斉藤君だけが悪いんじゃないんだよ。相手からも好意があったり、SNS をフォローしたり、連絡先を交換してた。つまり好意が、好きね。好意があった、興味があったんですよ、みたいな。いわゆるフォローみたいな、コメント。これはちょっとね、時期尚早っていうか、ちょっとまずかったかもしれませんね。というのが、相手の被害者とされる女性を怒らせてしまった。ですね。で、性的な行為があったということは、斉藤君本人も認めてるらしいです。ただ、問題は同意があったかなかったか。ここが争うポイントですよね。で、性行為があったということは認めている。で、同意があったかなかったか。ここがポイント、争点、争う点ですね。点になって、これ、起訴、不起訴、どっちかわかりませんけど、起訴された場合は、これ裁判になりますよね。で、そうすると、この不起訴、起訴の前の不起訴になる要件として一番重要なのは、相手方の被害者とされる女性の感情なんですね。この方が許さないと、絶対に許さない、処罰感情、処罰してください、斉藤君を罰してください、厳罰に処してください、というような気持ちであると、これ、示談が成立しません。
示談が成立しないと起訴になる可能性がやっぱ高くなりますよね。ですから、斉藤君の奥さんのあのコメントっていうのはちょっとまずかったかもしれませんね。相手の被害者とされる女性の感情を逆なでした、逆なでしてしまった、でこれでもう和解はないわよ、示談はないわよみたいなところまで、心を閉ざしてしまうと、ただでさえデリケートな事件案件ですからね、ちょっとまずかったのかなという感じはします。で、同意があったかなかったかというのは、これはもう本当にですね、心情、心の中の、心の中の問題なので、わかりませんね。その場では何も抵抗しなかった。女性が何も抵抗しなかった。暗黙の了解みたいなのがあった。あるいは了解が、その場ではあったかもしれませんが、女性としては嫌だった。決して心の中では許してやれなかった。こういう、本当に複雑なことになっていくわけです。最初は同意があっても、例えばキスは同意があっても、それ以上は不同意だった、それ以上はもう女性の方は嫌だったけども、まあ社会的な地位だとか経済的な地位だとか、そういう立場で何も言えなかった。この文春の記事だと、斉藤君は無理やり迫ったわけではなく、お互い同意があったと主張と。でそのロケが終わった後に、その被害者とされる女性からお礼のメッセージが来たと。で、お疲れ様でしたという旨のショートメッセージが、その女性から、斉藤君に届いたらしい。これも松本人志氏の時と、まあ、同じですよね。その被害者とされる女性が別れる時も嫌な素振りは見せておらず、別れ際にもまたよろしくお願いしますねと言われたと。こういうこと。まあ、これがですね、同意があったかどうかというのはまた別問題ですね。で、その時は恐怖のあまり、嫌なあまり、でも相手の気持ちを思って、相手を不愉快に、不快にさせたくないということで、そういう、まあ、儀礼的なメールを送ったというのは、これはよくあることです。でも心の中では嫌で嫌でしょうがなかったということで、改めて冷静になって、冷静になったというか、そのまま嫌な感情を持ったまま、警察に被害届、あるいは相談をしたということですね。で、この被害者とされる女性は、斉藤君にですね、示談の条件として、芸能界引退を求めていたと。だからこの2ヶ月間水面下でおそらく弁護士同士の話し合いがあったと私は言いましたけども、おそらくあったんでしょうね。で、その条件として引退してくれと、これは飲めないということで、まあ、金銭的な解決等々の条件まで言ったかどうか分かりませんけども、まあ、そういう水面下での話し合いは当然あったんでしょうね。それが決裂して今回の、まあ、表に出た。これ、書類送検したので、起訴されるか不起訴になるかっていうのは、まあ、警察の判断。で、先ほども言ったように、起訴、不起訴の重要な、要件としては、不起訴の要件としてやっぱり示談、和解が成立しているってことですね。ですからこれから斉藤君側は全力で和解、示談に応じるように努力するんでしょうけども、書類送検するときに、警察が検察に書類送検するときに起訴を求める、で一時捜査を担う警察が検察に書類送検しますよね。で、その時に起訴を求める厳重処分というのを書き加えたらしいんです。厳重処分。これ、書類送検するときには相当処分とか、寛大処分とか、しかるべき処分というのを警察は検察に、書類送検するときに書類に、書き加える。で、それが一番重い厳重処分にしてください。厳重処分。つまり起訴してくださいと。起訴を求めたということが伝わっております。これはおそらく、被害者とされる女性の感情、気持ちを尊重されたんじゃないかなと思います。ちなみに山川穂高、西武から、ソフトバンクに行った山川選手ですね。彼が2年前でしたか、に、そういう事件に、巻き込まれたっていうか、案件が表に出た時に、あの時は、相当処分だったらしいです。書類送検の時に、相当処分、つまり厳重処分、相当処分、寛大処分、しかるべき処分、相当処分ということが記載されたらしいです。まあ、だからといってでしょうかね、不起訴になりましたよね。まあ、ですから今回は、厳重処分
ということを記載されているらしいので、これは起訴されるか不起訴になれるかちょっと厳しい判断になるのかなという感じもしますね。まあ、不同意性交の法定刑の加減は5年以上の懲役ですからね。もうほぼほぼ実刑です。で、この週刊文春の記事によりますと、わいせつ行為は3回にわたって行われたと報道になってますね。ロケバスは、まあ、フィルムが貼ってます。それは昨日言いましたね。で、運転手さんいなかった。中にカーテンが引いてあって、その奥で着替える、よくありますわ。着替え室をこう、パーテーションで仕切ってですね、中が全然見えなくするというような、まあ、そういうロケバスだったのかもしれません。で、マイクロバスの場合は、おそらくドライブレコーダーをつけなきゃいけないです。義務化なんですよね。でも、ロケバスなので、そんなに大きくなかったんじゃないかなと思うんですね。その場合は、ドライブレコーダーをつけなくてもいいんじゃなかったかなと思います。だから、おそらくついてなかったんじゃないかなと。それで、わいせつ行為は3回にわたった。で、1回目、キスをして、それでまた仕事行って、また2回目の休憩で、また2回目をキスして、3回目、その被害者の女性が、斉藤君の性器を十数秒ほど硬飲した。硬飲ですね。淫行の淫です。あ、淫行。つまり、口腔性交ですね。もうこの部分だから、僕昨日ちょっとおかしいなと思ったのが、不同意性交と不同意わいせつというのに、及びってなってて、2つの罪状で書類送検されてた。で、ここはどうなのかなと思ったら、そういうことらしいですが、キスと、口腔性交ですね。まあ、口淫です。それを2つ。で、これ、警察は3回目の口淫が、不同意性交に当たる疑い。つまりその前のキスは同意があったが、その最後の、口腔性交ですね、は同意がなかったと。もうそこを問題化して、書類送検したんだというような報道になってます。まあ、それプラス吉本さんがですね、解雇したっていうのは、なんか、借金ですね。ギャンブルにはまっていて、非常に方々に借金をしていると。これもやっぱかねてから問題だったらしいですわ。で、まあ、この記事によると、重度のギャンブル依存症ではないかということを、まあ、周囲の証言ですね、とうとう載せていますね。あればあるほど、稼いだら稼いだほど、使ってしまう、ギャンブルに使ってしまうと。これ、斎藤君、僕何回かお会いしましたけど、まあ、言ったら、もう芸人特有の理性と狂気、理性と狂気が共存しているなと。まあ、芸人さんっていうのは、理性の部分を非常に持ってます、皆さん。で、狂気の部分も持ってる。で、狂気の部分で日常生活をしてしまうと、これ、えらいことになってしまうんですね。まあ、これのスイッチの入れ替えっていうのが重要。常識的な、良識的な部分と狂気の部分。でも、まあ、これをですね、うまくスイッチングするっていうのはなかなか難しかったりなんかするんですね。やっぱ芸人さんは普段の生活も、なんか、やっぱ、まあ、アブノーマルって言ったら失礼かもしれないけど、非日常的、常識や理性を取っ払ったところで生活をするっていう、そういう傾向もやっぱなきにしもあらずなんですよね。まあ、竹内なんか一番そうでしたね。理性と狂気。まあ、理性もあるんですが、狂気が勝ってましたね。異常でした。でも何倍も言うように、まあ、そういう時代ではないですから。ですね。まあ、今回ですね、なんか昭和あるいは平成の前半の飲む打つ買うってあったんですよ。今もう、この単語を言うだけでもちょっとコンプライアンスに引っかかるかもしれませんね。飲む打つ買うっていうのが、我々がお笑いの世界に、芸能界に入った40数年前は当たり前のようにあったんですけど、そういうなんか伝統、飲む打つ買うっていう伝統をですね、なんかこの斎藤君っていうのは踏襲している。まあ、しかしそういうことはもうですね、今の世の中は通用しませんから。今の時代は全く通用しませんので、まあ今後また斎藤君はどうなるのか。だから、まあ、おそらくギャンブル依存症とか、あるいはセックス依存症等々であれば、やっぱ治療ということも視野に入れてですね、今後の対応をしなければいけない。まずはですね、まあ、被害者とされる方がいらっしゃいますから、もうこれ誠心誠意ですね、対応していただいて、
なんとか穏便に済ませられるといいなぁとは思うんですけどね。いやー、しかしね、まあ快楽が、一時の快楽がですね、取り返しのつかないことになるってですね。怖い怖い。よう山を乗り切ってきましたね。山あり谷あり、山あり谷あり、谷あり谷あり、よく乗り切ってきたなと思います。はい。そういうわけで今日この辺で、2、いわゆる借金。このチャンネルはうなぎの万楽株式会社マルショー建設、ソーシャルビジネスコミュニティワクセル、未来目線暮らし創造株式会社トライスター、 Improve Your Mind 株式会社吉川、以上各社の提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。